南西の風が北よりに川ワン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 で波の打ち寄せる音が変化したことに彼女は気づいていた。しかしまだベッドから出る気にはなれない。すでに日は昇っていて、カモメが喉を潰したような声で泣きながら島を一角飛び越え、切に起こしながら毛布を脇へずらし、ベッド下に足を下ろす。床は冷たく、なぜか内履きは遠くでハの字になり、おまけに片方は裏返っている。食料や日用品も船で運んでくる男がくれたものだ。彼は彼女より少し年上で、彼女はもうわからない。家と灯台は盛り上がった地形のてっぺんに立っている。家の脇には男、そのか男と言っていることが、まるで長いまばたきのまばたが開くときみたいに、少年の目が何事もなく、終わりです。